はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、留置権の基本的な内容を解説していきます。まず留置権っていうのは、他人のものの占有者がそのものに関して生じた債権の弁済を受けるまでそのものを留置することができる権利、これが留置権です。まあ、これ読んだだけでは全く何を言ってるのかわからないと思いますんで、これ一つ一つですね、ちょっと解説していきたいと思います。例えば A さんが車を所有していて、車故障したから、まあ、B さんに修理の依頼をしました。そうすると A さんは車を B さんに預けるわけですよね。で、預けて B さんは修理をします。で、その修理代金30万円かかりましたといった場合、 B さんはこの30万円を受け取るまで、全額支払われるまではこの車を留置することができる、つまり自分の元に留めておくことができるんですね。つまり A さんが B さんに対して修理代金30万円を払わないというのであれば、 A さんが B さんに車の返還請求をしたとしても B さんに断られちゃいますよという話です。これが留置権なんですね。まあ、B さんからすると、代金が全額支払われるまではこの車を留置することができるということです。 B さんが留置権者ですね。留置権を持っている人になります。で、ちょっともう一回こちら見ていただきたいんですけども、まず他人のものの占有者って誰かっていうと、こっちで言うと B さんですね。他人のものっていうのはこの車です。この車の占有者は B さんです。 B さんがこのものに関して生じた債権、これは何の債権かっていうと、代金債権ですね。30万円の債権です。まあ、修理代金の債権って考えていただければ大丈夫です。これの弁済を受けるまで車を留置できる権利、これが留置権だということですね。 B さんが持っている留置権で、ちょっと一つ一つポイントを解説していこうと思います。まず全額弁済を受けるまで B さんは車を留置することができるんですね。つまり30万円のうち10万円支払われたとか20万円支払われたというのであれば、まだこの段階で B さんはこの車を返還する義務は発生しないんですね。あくまでも全額弁済を受けるまでずっと留めておくことができるんだと、まあ、いうことです。で、2つ目、留置物から生じる果実を弁済に充てることができますよっていう話です。今回この車から生じる果実ってちょっと考えにくいんですね。なのでちょっと具体例を変えて、例えば A さんが鶏を所有していて、鶏がちょっと病気になっちゃったということで、 A さんが、まあ、医者ですね、獣医さんに鶏を引き渡して治してくださいと、まあ、治療してもらいましたと。で、治療費がかかったにもかかわらず A さんがその医者に対して治療費を払わない、そういった場合 B さん、お医者さんは鶏を留置することができます。で、その間に鶏が卵を産んじゃったといった場合ですね、この卵が果実です。留置物は鶏ですね。鶏から果実が生じたと、卵が生じた場合、その卵を弁済に充てることができますよ。まあ、具体的には卵を競売にかけてその売却代金から治療費を回収することができるという話です。まあ、今回の事例でいうと、これは金額はちっちゃいんですけども、まあ、法律上そういうことも可能ですよっていう話です。で、この弁済に当てることができるんですけども、順番があって、先に利息から当てていくんですね。で、利息が全部なくなったと、じゃあその後やっと元本に当てていくという流れになります。まあ、例えば鶏の治療費が10万円かかりました。で、まあ、利息が例えば1万円ありましたと仮定しましょうか。1万円あった、その鶏の卵を競売にかけて1万円回収できたというのであれば、その1万円っていうのは利息の1万円に充てられるのであって、元本10万円はそのまま残ってるって話なんですね。で、続いて、留置権は法定担保物件なんですね。これどういうことかというと、 AB 間で留置権設定契約っていうものを結んでないんですよ。結んでないけれども、このように法律で規定されている通り、
債権の弁済を受けるまでは留置することができますよって書いてありますよね。つまり A さんがこの修理費用を払わない場合、自動的に B さんは自動的に留置権を持つということなんですね。法律で定められた担保物件って書いてありますよね。ここに書いてある法律に基づいて留置権が発生するんだよという意味です。この二人の間で留置権の設定契約を結んで留置権が成立するわけじゃないよっていう話ですね。で、続いて留置権の行使っていうのは非担保債権の消滅事項の進行を妨げない。これどういうことかというと、今 B さんは修理代金に関する債権を持ってますよね。まあこれいわゆる非担保債権です。留置権の大元となっている債権っていうのはこの代金債権ですね。30万円の代金債権、これが非担保債権です。で、留置権の行使っていうのはこの車をずっと留置しているってことです。留置している事実、留置しているだけでは非担保債権は消滅事項がずっと進行し続けますよってことです。つまり一定期間経過することによって非担保債権時効完成します。時効を迎えます。そうなるとどうなるかっていうと、非担保債権消滅しちゃうわけです。非担保債権が消滅するってことは B さんが持っている留置権もなくなっちゃうんですよね。留置権なくなっちゃうってことは B さんはお金返してもらってないけれども、この債権がなくなるわけだから B さんは車を返さないといけなくなっちゃうよっていう話なんですよ。それがここに書いてある内容なんですね。留置権の行使、留置するだけでは非担保債権の消滅事項の進行を妨げませんよ。消滅事項の進行は続きますよ。だから留置しているだけだったら非担保債権は時効消滅しますよっていう話です。じゃあどうしたらこの消滅事項を回避できるかというと、これはこの非担保債権について、まあ、裁判を起こしたらいいわけですね。裁判上の請求をする、つまり30万円もらってないから A さん支払ってくださいっていうふうに裁判上で請求する、裁判を起こして、で確定判決をもらう、裁判所から A さんちゃんと払いなさいというふうな判決をもらえばこの時効は更新しますね。時効更新するわけなんで時効期間はさらに伸びるということになって、この非担保債権を守ることができる、消滅させないようにすることができるという内容になってきます。で、ここの内容はもう基本的な内容なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。